ごめんよ。ああ。もしかしてあなたもスラッ、ひょっとして、ええ、あのスリシは隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に、もしも見つけたら私の仇も。分かった。おい、お前。盗んだ指輪を。バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足。あ、財布がない。あの男スリだ。ようやく見つけたぞ。くそ、また。おっと。まさかここまで俺を追い詰めるや。ん？指輪を返してほしければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこん。すみませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。
何？ちょっと前に質屋で。ふざけるな。今すぐ。その言いにくいんですが、そのなんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。なあ、その指輪。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。ああ、いるんですよね、たまに。違う、信じて。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。あれ、キリュウの兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。シンジ、ちょうどいいところで出会った。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴がそんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。あ、はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。お客さんどうです、遊んでいきませんか。おお、またあんたか。悪いけど、ね、頼む。これが最後の品だったんだ。うちなら買えるよ、お金。そうだ、指輪が俺のもんだって確かめる。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく掘って。
よ。おお、シンジ。あれ兄貴、早くないっすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。兄貴、そんなにハマっちゃった。頼む、詳しいことを話してる人。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。そんなに慌てなくても大丈夫。いや、あんたがとっても真剣な表情してた。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言っただから、盗まれたものだっていうあんたの話。そうか。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちもつ。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手。ありがとう。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当にありがとう。そのこれなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。